2022年の大河ドラマである鎌倉殿の13人ですが、これは鎌倉幕府において将軍の権力の暴走を抑えるために組織された13人の合議制のシステムを描いています。しかしその合議制を組織していた13人の中には残酷すぎる最後を迎えた人物がいることをご存知でしょうか。そもそもこの合議制は鎌倉幕府という当時実質的に日本を統治していた組織において将軍というたった一人の人物に権力が集中する独裁政治になってしまうことを防ぐための仕組みでした。これは現代の世界の政治においても取り入れられている非常に先進的な仕組みであり、現に今の日本でも内閣総理大臣という一人の人間に権力が集中しないように国会や裁判所という組織にも一定の権力を持たせていますし、アメリカなどでも大統領一人に権力が集中しないよう同じような仕組みが組まれています。そう聞くとこの合議制は非常に素晴らしいシステムであるかのように思われますが、その実態は権力欲にまみれており、生き残ることが非常に厳しい制度だったのです。そのためその合議制に参加していた人物の中には残酷な末路を迎えなければならなかった人物が少なからず出てきてしまったのでした。源頼朝にとっての最高の忠臣が一族滅亡の最後を遂げる。鎌倉幕府を作った源頼朝、初代将軍であるその存在は鎌倉幕府において当然揺るぎないものです。その源頼朝の一番の忠臣といえば梶原景時です。まだ平家と源氏が争っていた頃、石橋山の戦いという合戦で源頼朝は大敗します。頼朝は山中に逃げ込みますが、平家軍は山中を捜索し、いよいよ頼朝も逃げ切れないという事態になった際、頼朝を救ったのが梶原景時でした。実は梶原景時は平家の軍の一人でした。そして捜索の末、ついに梶原景時は頼朝を見つけたのですが、源頼朝に同情し、なんと頼朝を見逃してこの山に人跡なく向こうの山が怪しいと答えるのです。このことがきっかけとなって梶原景時は源頼朝に仕え、有名な一ノ谷の戦いや壇ノ浦の戦いなどでも多くの功績を挙げるのです。そうした背景があるので、源頼朝はまさに命の恩人でもある梶原景時を重用し、鎌倉幕府を開府した後も侍どころの別当という非常に重要な役職に任命しています。ちなみに頼朝が亡くなった後も二代将軍の頼家からも大きな信頼を寄せられています。そんな初代将軍にも二代将軍にも大切にされた梶原景時ですから、当然輝かしい安定した未来が約束されているかというと、実は全くそんなことはありませんでした。彼は初代将軍への忠義が強すぎるあまり、少しでも幕府に対して不審な行動や言動がある人物がいるとすぐに将軍に告げ口をして有力な御家人を失脚させていったのです。それが本当に鎌倉幕府の安寧をもってのことだったのか、自分の地位を守るための権力闘争だったのかは分かりません。しかし何かあるとすぐに将軍に告げ口するような人物が他の御家人からよく思われるわけありません。今風に言ってみれば老害のような存在だったのでしょう。ある時結城朝光という人物について謀反の心ありと将軍に告げ口し、厳しく罰した方がいいでしょうといったことをきっかけに周囲の人間がついに怒り出します。そもそも結城朝光という人物も幕府の中での有力人物だったこともあり、なんと66人もの御家人が連名で将軍に対して梶原景時を糾弾する書状を送ったのです。将軍もさすがにそこまで多くの御家人から糾弾されるような梶原景時を擁護しきれず、ついには幕府を追放されてしまいました。やはり梶原景時も自業自得という面があったとはいえ、権力闘争に敗れた一人と言えるのかもしれません。その後梶原景時は西に向かう途中に駿河の国あたりでその土地の武将と戦いになって一族すべて滅ぼされてしまいます。一時は源頼朝から最も信頼され幕府においても要職についていた人物とその一族が、最終的には地方の山賊崩れのような武将に敗れ一族ごと殺されてしまうとは、なんとも惨めな最後だったと言えるでしょう。将軍の親族でもあったのに北条家に利用され暗殺された
比企能員。比企能員という人物は、自分の娘を二代将軍頼家に嫁がせるほど、将軍家から信頼を得ていた人物でした。将軍頼家と自分の娘が結婚するということは、いわば自分は将軍の義理の父親という立場になり、鎌倉幕府において揺るぎない立場を得ることになります。また、次の将軍である頼家の息子は、必然的に自分の孫ということになり、鎌倉幕府において圧倒的な影響力を持つ人物であったといえます。しかし、そんな比企能員ですら、北条家との権力争いの中で悲惨な最後を迎えることになってしまうのです。二代将軍頼家が病に伏せ、鎌倉幕府には後継ぎ問題が巻き起こりました。頼家には一幡という息子がいたので、当然誰もが一幡こそが後継ぎの三代将軍になると考えていました。しかし、それに異を唱えたのが当時の執権である北条時政です。お伝えしたように、一幡は比企能員の孫にあたります。北条時政は比企能員が将軍の実の祖父となるということは、自分の幕府内での権力を揺るがしかねない事態になると考えていました。しかし、比企能員は特段権力争いには無頓着な人間でしたし、野望もありませんでした。しかし、権力欲にまみれた北条時政は、そんな比企能員すらも毒牙にかけていきます。北条時政は、ある時、大江広元という人物に、比企能員が謀反を考えていると嘘の告げ口をします。大江はそれを信じてしまい、逆に比企能員を討とうと考えるに至ります。このあたりからも、北条時政という人物が、いかに権力争い、人心掌握に長けていたかがわかると思います。比企能員は、身の潔白を証明するために、北条時政の屋敷に向かいます。一族の人間は反対しますが、実直な比企能員は、それを聞き入れませんでした。その結果、比企能員は、到着した屋敷で暗殺されてしまうのです。そしてそれをきっかけにして、北条時政は、将軍の息子である一幡までをも殺してしまい、実質的に比企家を滅亡に追いやります。将軍やその一族までをも平気で手にかける北条時政のやり方は、実に残虐ですが。そんな時政を信じてしまった比企能員も、また実直すぎるがゆえ、この血も涙もない権力争いでは、生き残ることができなかったのでしょう。北条義時の策略で滅ぼされた、お人よしすぎた和田義盛。平家と源氏の戦いにおいて、その武勇を轟かせ、源頼朝を支えた人物として名高いのが和田義盛です。和田義盛は、坂東武者、関東の武将たちの中でも、武骨で豪快さと勇猛さでは指折りな存在です。平家との戦いにおいて数々の武功を立てた和田義盛は、当然源頼朝にも重宝されていましたし、鎌倉幕府の開府後も侍どころの別当という要職についています。しかし、その勇猛さと実直さがゆえに、和田義盛は北条義時に目をつけられ、権力闘争に巻き込まれていきます。和田義盛の息子とその甥がクーデター事件を企んでいたことが明らかになります。そのクーデター事件自体は成功はしませんでしたが、当然自分の一族がクーデターに関わっていたことは、和田義盛としては非常に気まずい事態となってしまいます。北条義時はそんな和田義盛に対して嫌がらせともいえる挑発行為を行います。クーデター事件によって罪人となった和田義盛の甥である和田種長という人物がいます。彼の屋敷は事件の後、和田義盛が賜ることになりますが、北条義時はその屋敷を自分の家臣のものとしてしまいます。これは和田義盛にとって和田家の名を汚される非常に大きな恥辱でした。これに怒った和田義盛は北条義時を討とうとします。当時の将軍である源実朝は和田義盛を心配して使者を送りますが、それに対して和田義盛は、上、将軍には全く恨みはございませんが、愛州義時のあまりの傍若無人について司祭を尋ねるべく若い者たちが用意しており、私は何度もいさめているのですが聞き入れようとしません。すでに一味投身しており、もはや私の力は及びませんと答えています。この答えからも北条義時の行動に対しての怒りが伝わってきます。
挙兵にあたって和田義盛は本家筋にあたる三浦家と共同戦線で北条義時を討とうと考えていました。しかしそれは義時の罠でした。一族のつながりを考えれば三浦家が和田家の味方をするのが当然でしたが、義時はすでに三浦家に手を回しており、戦になったところで三浦家は和田義盛を裏切ったのです。結果的に多勢に無勢となった和田軍は北条義時に敗れ、実に和田家100人以上が斬首刑となりました。これを和田合戦と言います。源平合戦では武勇を振るい鎌倉幕府の立役者となった勇猛な和田義盛も北条義時の策略の前に裏切り者という汚名を着せられた上で、一族すべてが罪人として殺されてしまう、なんとも惨めな最後となったのです。頼朝からの厚い信頼も北条時政の権力争いの材料にされてしまった畠山重忠。畠山重忠は初代将軍源頼朝が亡くなる際に枕元に呼ばれ、息子の頼家を頼むと直接頼まれたほど頼朝から厚い信頼を得ていた人物です。その人物は実に清廉で忠義に厚い人物だったとされています。また武士としての誇りを強く持っており、北条時政には逆にそこを突かれて悲運の最後を遂げています。源平合戦の頃から頼朝に仕え、当時頼朝の厚い信頼を得ていた畠山重忠は権力欲に取り憑かれていた北条時政にとって実に邪魔な存在でした。そこで北条時政は常套手段ともいえる手法に出ます。北条時政は自分の妻から畠山重忠、重康が謀反を企てているという嘘を聞いたとしています。その上で畠山重忠のいとこにあたる人物から鎌倉に異変ありと伝えさせ、畠山重忠、重康親子を鎌倉に呼び出します。しかし言うまでもなく、それは北条時政の罠であり、先鋒隊であった畠山重康は北条時政の命を受けた三浦軍に撃たれてしまいます。畠山重忠は罠であると気づいていましたが、強い武士の誇りを持っていた畠山重忠はそのまま鎌倉に向かい、北条時政の大軍と激戦を繰り広げますが、最終的には撃たれてしまいます。畠山重忠は幕府の中心であったがゆえに北条時政の関係に乗ってしまい、結果的には本人には全くそんなつもりはなかったにもかかわらず逆賊として討伐されてしまったのです。畠山重忠の忠義は北条時政に利用され、その後北条家の力と権力がますます強まっていくことになるのは皮肉としか言いようがありません。実の子供に追放された北条時政、そしてこれまで悪逆の限りを尽くした北条時政もまた残酷な最後を迎えた人物だったのです。北条時政は鎌倉幕府の初代執権であり、まさに鎌倉幕府の繁栄の土台を作った立役者です。北条時政なくして鎌倉幕府における北条家の躍進はなかったと言えるでしょう。鎌倉殿の13人では坂東彌十郎さんが演じていらっしゃいます。北条時政という人物を一言で表すのであれば、権力欲に取り憑かれた残酷な人物ということができるでしょう。北条時政は自分自身、そして北条家の権力を強くするために当時の多くの有力者を滅ぼしていきました。そしてついには孫にあたる当時の将軍頼家までをも殺害してしまうのです。その後頼家の弟の実朝が将軍につき、その初代執権の地位につき、実質的には幕府でトップの権力を握る存在にまで至ります。しかしこの程度で終わらないのが時政の権力欲の凄まじさです。なんとその実朝すら打ち倒し、自身の息がかかった人物である平賀朝政を将軍にしようとするのです。そうすることで将軍すらも自分の操り人形とすることで、まさに盤石の地位を築こうとしたのです。しかしそれにストップをかけたのは実の子供である北条政子と北条義時でした。二人は実の父親である時政のあまりにも行き過ぎた権力闘争と横暴ぶりを咎め、幕府から追放したのです。晩年時政は伊豆の外れで寂しく最後を迎えたと言われています。そもそもは幕府の権力が一極集中してしまうことを防ぐために5
合議制を唱えた北条時政でしたが、その時政自身が権力欲に溺れ最終的に追放されてしまうというのは、なんとも皮肉な話です。もちろんその後も何代にもわたって北条家が繁栄する土台を作ったのがこの時政であることは間違いないのですが、北条家の繁栄を思うあまりの行動がその実の子供にいさめられるというのは、実に残酷な結末だと言えるでしょう。ここまでご覧になってお分かりいただけるように、鎌倉幕府における合議制の場というのは実に残酷で、生き馬の目を抜くような権力闘争と騙し合いの場であったことがよくわかると思います。その結果、鎌倉幕府において将軍という存在は名ばかりで権力を持たない存在でした。しかしその後、北条家はもう一つの日本の権力の象徴ともいえる朝廷と争っていくこととなり、権力欲には果てがないということがよくわかりますね。いかがでしたか？この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。またよろしければチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。